アランヤプラテート駅は、太陽国の中部サケオ県アランヤプラテート郡にある、大国有鉄道東本線の駅である。当駅は、サケオ県アランヤプラテート郡にあり、サケオ県の県都からは 52.25km の距離に位置する。またクルンテープ駅からは 254.50km 地点に位置し、普通列車利用で4時間30分程度である。 街の中心部に位置するため利便性が良い。駅の正面側が市街地である。かつて国境を越えてカンボジアまで運行していたが、カンボジア内線により1974年に乗り入れを停止した。乗り入れの停止以降はアランヤプラテート駅が終点となっていたが、1990年代には一時期国境手前の大停車場まで延伸して運行していた。 その後、カンボジア方面の復旧が行われ、2019年4月22日に乗り入れを再開した。1日に4本の列車の発着がありいずれも普通列車である。運賃はクルンテープ駅アランヤプラテート駅間で48バーツとなっている。1908年1月24日に東本線のクルンテープ駅チャチューンサオ駅が開業した。 約18年後の1926年11月8日に、当駅までの延伸工事が完了し、東本線の完成を見た。アランヤプラテート駅の転車台及び、給水塔端式切りかき機、ホーム一面一線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ホームの切りかき部は貨車への二役用に使用されている。また、 線路は接続されていないが、かつて蒸気機関車時代に使用されていた、転車台、給水塔が残っている。ありがとうございます。